新宿区にある発明学会が主催する発明アイデアコンクールが開催されています。過去には特許料で億単位のお金を稼いだヒット商品も生み出したコンクールを私が取材し、発明のヒントを探ってきました。身近なヒント発明展にやってきました。今回もたくさんの発明品が展示されているんですが、 この中から数億円を売り上げるヒット商品が生ままれれるかもしれません。今回で26回目を迎える身近なヒント発明展は、商品化に最も近い発明コンクールといわれ、過去には特許料で3億円を稼いだヒット商品も生まれているんです。展示品を真剣な様子でチェックするこの人は、 これまで何度も発明品を商品化し売り出してきた発明店の協賛企業の小島社長です。去年の発明店でもこの番組のインタビューを受けていた小島社長に今年注目した発明品を伺いました。ダンボールを こうやって捨てられるって、とても便利だと思いませんか、うんうん、あのいつもにうやって、時にこうやってやって、はい、よくこういうちっちゃいやつが落っこっちゃってね、うん、よくできてる、もうなんか完全品みたいな感じでできてるんだけど、そうするともう、こうやって紐が出小島社長いく、生活の中で使うときのサイズ感もヒットの秘訣だということです。 こちらの猫などのデザインがかわいい、この大きさは、どうしても邪魔になっちゃう、だから、やっぱりあの日本のこの、特に料理関係の発明っていうのは、軽薄単焦でないと、受け入れてもらえないですよ、この切れ口はすごく気持ちがいいんだけど、そこをもうちょっと変えれば、かなり売れますよね。 ヒット商品を発明するヒントとなったでしょうかそして展示されている発明品の中にはこんなユニークな発明品も <laughs> でもねこれあなるほどねあーそうかそういうことかこれ分かりますだから貧乏ゆすりしてるこの振動がそのまんまここにこう伝わって。

三角定規が分度器や直線の定規に早変わりするという優れものです。お兄ちゃんのライト君の以外にも東京都のね小学生、ラクパチシート、そしてこっちも東京都の小学生、ラクバキ、発明熱がすごいですね。身近なヒント発明展はあさってまで開催され、来場者による投票などをもとに 12月に大賞が決定します。